荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが一年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。青二歳ね、覚えていますか。10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか。現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので。そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？なあ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半純義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半純義はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ。あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか？そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとはコミジルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には
人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って、これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは。おやさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。よう、ヤッホー、カスガ君。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、チョウ。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだい。人の人生をおつまみ扱い？ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい？引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える？いや、全然そうは見えねえよ。マブチはお前の仲間だったんだろ。たとえ裏切り者でもお前は仲間をまんじゅうにするような人間じゃねえはずだい。ありがとう。そんな風に俺を見てくれてたわけか。確かにマブチをまんじゅうにはしてないけど、俺はあいつに拷問を受けた身ではある。つまりどういうことだ、マブチを殺したのか。
優しいね、春日君は。マブチのこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチをしたのか。結論から言うとだね、実は殺してんない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日君。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯といこうか。別にあんなやつどうだっていいけど、まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。ハン・ジュンギ、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。え？なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町にハン・ジュンギがいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだい。まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくん。バカ野郎、
仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でも来いってんだい。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。あんたの予想じゃ、その不審者は何者なんだい。確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われて、やっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。ったく、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。よう、ナンバ、一緒に飲まねえか。うん、すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されちまってな。めんどくせえ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。まあな。じゃあちょっくら行ってくるからよ。おう、気をつけてな。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。難波に水江ちゃんの見送りをさせてやりたい、そう思ってるんだろう。マスター、なんでその話を。客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ってことは、難波が俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか。盗み聞きの趣味はね、偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。難波の話に思い当たる節があってな。思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがどう難波と関係が。その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになったってよ。え、それってもしかして。確信はないが、難波のことかもしれない。ってことは双葉は最近まで難波と同じ病院で働いてたってことになる。だとしたら水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれないだろう。そのことを難波には。いや、話していない。本人が言ってただろう。横流し犯の汚名がある以上、元同僚には会えねえと。
だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど、マスター、ナイスアシストだぜ。ただし双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい、俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでおいた。もうすぐ来るはずだ。ここに双葉が？だから難波を買い出しに行かせたんですね、マスター。つくづくナイスアシスト。ただしバーテンができることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。バッチリゴールを決めてみせますよ。なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。双葉さかい？そうだけど、あんた誰？ちょいと聞きてえ話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます？今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。ちょいと小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。だったら何よ。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか？覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ、俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃ難波だ。ああ、そんな名前だったかもね。もしもーし。え、マジで確変なナレちゃん？すぐ行くからその台押さえといて。誰にも打たせちゃダメよ。待ってくれ、同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。その子が。うるさい、それどころじゃないの。私。おい、ちょっと。うーす。ナンバー、もう帰ってきたのか。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな、取りに戻ったんだ。それよりよ、今ここから誰か出ていかなかったか。え、後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していったろ。さあ見間違いじゃないのか。誰も言いやしねえよなあ、マスター。あ、おう、なんかお前ら様子がおかしいぞ。バカ言え、そんなことは。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。え、もうすぐ俺の誕生日だろ。だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。そうなんだよ。あっちゃバレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。で、どんなパーティーを計画してんだ。ちょっとだけ教えてくれよ。詳しくは言えねえが、さっきはマスターとカクテルの打ち合わせをしててよ。カクテル？ああ、酒が好きな難波のためにいろいろと考えててな。ってことはカクテルパーティーってやつか。おしゃれだな、おい。これ以上は言えねえよ、サプライズが台無しになるからな。楽しみだな。よし、買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぜ。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてオチはやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。
よし、歌っちゃうわよ。それでは聞いてください。地獄で鍋パーティー。さあ、直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。くそりず送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔の飲みの大出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いたハラミ君、うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底、地獄鍋パーティーだ。どの曲にするかな。盛り上がっていくぜ。挑戦よ。地獄で鍋パーティー。さあ直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。くだらない人類が食材さ。クソミスを取るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、骨切り、豚バラ、どんな馴染みの食うより悪な好みの脅しが取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた春肉、うまいぜ。闇の目も絶望くるくらい暗く深い鍋底、地獄鍋パーティーだ。みんなでトランプしようよ。
どうしたんだよ急に。せっかくマスターが広い部屋使っていいって言ってくれたし、みんなでダラダラしながら遊ぶのも楽しいかなって。まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ？七並べ？そりゃやっぱり大富豪でしょう。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは？七渡しは？何ですか七渡しって。それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。それでは、お、証明写真撮るやつあるぞ。私あれ苦手なのよね。なんかブスに映らない？大丈夫だよ。大丈夫って何が？今加工技術すげえからめっちゃ綺麗に撮れるぜ。そこはブスじゃないって言いなさいよ。海見てると魚食いたくなってくるな。寿司とか食いてえけど金ねえしな。回転寿司なら結構安いわよ。変わったメニューとかもあるし。例えば？ハンバーグ巻きに牛カルビ巻き、最近はパフェもあるわね。もはや魚ねえじゃん。つか俺がムショ行ってる間に日本の寿司はどうなっちまったんだ。部署から出てふと俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それで？そしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろう。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ。なんつうか不幸中の幸いって感じだったぜ。それは幸いなんだろうか。
んか一杯引っ掛けたい気分だな。ああ、ビール飲みてえな。俺はワインがいいな。今の時期は白ワインがうまいんだ。へえ、足立さん、ワインに詳しいんだな。まあな、若い頃はソムリエになろうか考えてたこともあるんだ。なんでソムリエにならなかったんだ。一口飲むと止まんなくなってな、必ず最後はベロンベロンになって味がわからなくなっちまうんだ。そりゃ無理だわ。ここ去年見た映画のロケ地だ。浜名恋人ってやつ、誰か見た人いない？いや、仕事で映画なんて見る暇ねえな。そんな金あったらカップ酒買うぜ。去年って言ったら俺まだ無所の中だぜ。聞いた私が悪かったわ。椎茸が育ちそうだな。俺椎茸食えねえんだよな。なんか形が苦手でよ。おいおい、マジかよ。椎茸食えないとか、お前人生の半分は損してんぞ。それたまに言われるけど、そもそも食おうと思わねえしな。損してとか感じたことねえよ。要は食わず嫌いだろ。食べてみたら絶対うまいって。人生の半分取り戻そうぜ。食わねえよ。そんなに好きなら俺のもお前にやるよ。人生の半分を俺に？椎茸をだよ。ちょっとロマンチックな言い方すんじゃねえ。あ、あそこのローパオズ、美味しそうだね。ローパオズ？日本語だと肉まんですね。そうそう。あなたも買い食いするのですね。てっきり全部作っているのかと。パオズって結構作るの大変でさ、買った方が早いよね。そういうものですか。